長嶋茂雄は超能力者だった。これ最高だよね。これそれは現役時代当時の領有王貞治について語ったインタビューだった。もう言葉いらないんですね。言葉は交わさなくてもお互いに以心伝心で心が通じ合う、パーッとこう緊張感がですねみなぎり、当然もうダーッと我々はですねそういう一つの気持ちを察しながら、そして勝負に入ってきましたね。こんなことも予知していた。ですからあの一本足フラミンゴの入る足の角度がですね、膝から10センチ高く上がった時はダメ、また膝がですね軸足より膝より上がってない場合、上がりが少ない場合は今こういう形になるという、もう1センチくらいのあの足の振り上げによってですね、打つ打たないは僕はもうあのウェイティングサークルでね自打席でもう分かりましたからね。特にあの入って右肩のあの引き寄せるこの右肩のあのこのねじれるねあのシワのですね一本にまたもうそのくらいとですね分かるんですね。これが予言に使われたそのシワである。だからもう打つ前からこれホームラン打つ、これは打っても打球はセンターからレフトしかいかないということですね。打球の方向性も分かりましたですね、まさに超能力者である。さらに自らをも鋭く分析していた。私の場合はもう33年プロ野球に入ってからですね、まあ、ゴールデンボーイという形でそして、まあ、天才的プレーヤーというそういうですね皆さんからそういう形容をですね、マスコミの皆さんでいろんな天才人野球児現れとか、ハリケーンだとかね、いろんな形容をいただきました。そして長嶋茂雄が打った球史に残る天覧試合でのホームランについても自らこう語っていた。大変手前味噌になりますけども、僕の現役自分っていうのは皇室男なんてね、非常にロイヤルの皆さんが感謝なさるともうだ炸裂という形でね、事実天覧男と呼ばれていた長嶋、さらに話は自分の練習方法について及んだ。この山をいつもね朝早く早朝でねブーッと登ってくるんです。しらせを一緒に書いてね、そして朝風呂でブーッとね、やって、そして朝ごはん食べる、おいしいものをまた食べる、ね、おいしいものを食べて、それは体内の血液がねもう本当にしっとりとしたね活力というね、そういう細胞をね細胞を作ってくれる、長嶋は朝飯で細胞を作る。球をこう見逃す時にカッとこうやる時にですね、もうパッときますから、もう気持ちのバッとこの難しいセリフ回しも。父さん歩いてますね。よう、ワンちゃん調子良さそうだな。いや今度見てください。いいじゃないか調子いいじゃないか。実に自然にこなされました。これは今から24年前、入団したての初々しい貞岡投手、緊張する彼を見てミスターが長嶋流のエールを送りました。今度貞岡あれだろう、爪入りから今度あれだな、おいよく切るんだな。え、初めてか予防を切るの、初めてか予防を切るの、そういいか嬉しいか言うと嬉しそう。よくどんなやつ、ブレーザー、ブレーザー、ブレーザーのやつ作ったの、こっちで作ったのか、いえもう買ったの、買ったのか、ようあったの、またこのいわゆるリーチにようあったな、とっても厳しい打撃指導でも元そして中国の選手たちに打撃指導するとき、もう熱が入り出すと止まりませんでしたね。あなたが一生懸命教えれば教えるほど訳がわからなくなって、その姿が印象的でした。え、あスイングの鍵、今のもうなダンシングのね、アッパーであるとダンシングだと、あんな形の上だから、なスイングの軌道、スイングワークなんてもう全然必要ないですよ、あなたじゃあもうスイングの軌道なんてなかん、もうスイングの軌道なんてなかん、もう先天的にいいもの持ってるんだから、こっからこうこの辺もまあバットのコントローラーが
軸なんか全然ぶれませんよ。ついていけませんよ。それをパーッと巻き込んでる腰で全然ね、まあまあ大きいスケールの大きいスイングやろうとね。わかります。そして少年野球のコーチでもこう構えてみんなでパーンとキャッチャーミットパーンとパーンとキャッチャーミットパーンと。もうわけわかりません。そんなあなたの情熱は海を越え、この日は中国のチームに野球の指導。言葉は通じなくてもこのボールをいつも平行平行のーんゴルフ大好きのミスターが伝統ある全英オープンのラウンドリポートに挑戦。やっぱりこの自然との戦いしながらなおかつ自分との戦い、そうですね、その調和をね、どのホールで後半か前半かってその見極めみたいなの大事でしょ。あの時ねドライバーも左サイドにねいい位置つけたんですが、セカンドちょっとトップ気味だったんですが、どうだったんですか。やっぱり、うん、自分で気合い入れて打ってったからね、もう球上がらないですね、うん、なるほど力みすぎ、我々がよくやる力みすぎっていう、そうですね、やるんですかね。突然の悪天候でラウンドが中止になると、その辺の気分の切り替えなかなか難しいんじゃないですか。セブンホールでね、バイパーでってことはね、野球で例えるならば、ワンゲームに3ホームなんですよ。3本打ってですね、それがね幻になった消えちゃったっていう、ね、もうこの心情ね、はい、もう大変なことでしょ。そうだそうです、ね、そういうコメントが出てきますね。出てきますね。そして念願かなって今日はボクシングの解説として登場。今日の試合ですがね、どういうふうにどこをご覧になりますか。ですね、まあしかしいろいろテクニックの問題だとかいろいろ戦いはあるでしょうけどね、まあ一つの野球を通じたですね、一つの男の戦いボクシングの試合でしたよね。先代高野原引退特番でこの口癖を惜しげもなく発揮、相撲について語りまくっていたのだ。これはもう肉体はやっぱりいつかはそういう一つの引退、あるいはそういう一つのお別れのゲートというものはね、これ避けることできないんだし、今のこの相撲の一つの場所が多いとかいろいろまあ言われてる中でもね、まあ頭が騒がる思いなんですけども、これをまあ身をもって、まあ後輩の一つの大きなまあ鏡っていうか、現役自分の一つのまあ業績っていいますかね、一つのああいう伝道というものはね、ここへ来て終わってみてね、大変いい参考にね、生きた一つの鏡になってるんじゃないでしょうか。まあ、第一人者になりうるね、今一つのもう階段のやる登っていく、まあ、途上なんですが、その大きな一つのね目標を目指してですね、我々相撲ファンにですね一つ見れて、これからまあ親方として後輩の指導に導いていくわけですけども、どうか一つ第二の高菜那時期をどんどん数多く作られて、我々相撲ファンに大いに喜ばせていただきたいと、一つご精進ご努力をいただきたいと、そう期待しております。どうか一つ頑張ってください。奇跡の14連発。相手ピッチャーはこれまた内閣攻めの山、こいつも内閣、これも内閣、ついに内閣総理大臣。今年の強楽見てみますとね、はい、カーブに対してはパッ自由、速い球にしてはクイックでやる、このバットのこの距離ですね、はい、この距離がですね、ちょっとどうでしょうね、絵で見ると5センチから10センチくらいちょっと離れすぎ、そもそもの根本的な原因は今のスタンスの位置とこの手の位置ですね、この微妙なねフィーリング、やっぱ日本の球界のね背負って立つ打者になるから。今から10年前の沖縄キャンプ、あの評論家時代の長嶋さん、何も知らず練習に励むあなた、憧れのミスターが後ろに、しかもマンツーマンで打撃指導、ミスターが俺に期待している、見せてください、今年はやります。でもミスターとその後のインタビューで、まあ、ヤシ君も期待できるんじゃないでしょうかね、今年は相当目の色変わったし、ヒゲの色ちゃいもかなり、ヒゲの色ちゃいもかなり